ほどじゃないっすよ。いいっすよ、車。わかりました。サンマルアルファードのご紹介お願いします。サンマルアルファード後期ですよね。はい、そうです。はい。これは、まずこれを買った理由みたいなのあります？買った理由っていうのは、もともとミニバンを興味なかったんですけど、興味なかったですか？なんか SNS で、はい、当時そのアルファード界隈が盛り上がってた時に見て、やばい、かっこいいと思って。かっこいいですね。で、ちょっと購入しましたね。なるほど。で、もともとはなんかセダンとか乗ってたんですか？もともとはオデッセイとか、そっちの方乗ってました、ね。これを買って、下げちゃったといきなり。そうですね。やっぱり下げなきゃいけないと。やっぱ下げなきゃ、ちょっとダメでしたね。これ着地してますよね。なんとか。ですよね。なんとか。エアサスで。エアサスで。え、何のエアサスですか、これ。こちらカズサスっすね。カズサス。ワーク。あれ、これリムがまた特注のやつ。そうですね。あのオプションのブラッシュドリムで。ですよね。はい。あ、あのオレンジ色のやつがそうですか。このオレンジ色のはあの T リムの。あ、T リムのアーム系。はい、そうですね。E プロで。やっぱ全部変えないと着地しないですよね、きっと。そうですね、一応メンバーとエンジン上げまでして、うん、ちょっと加工してって感じですね。めちゃめちゃやってあるじゃないですか。え、これ何、21インチぐらいですか？20インチです。20インチ、はい、20インチの 10J ぐらいですかね。 10J の投資です。 10J 投資ですね。でも後ろの方が深く見えるんですね、リムは。そうですね、一応後ろの方がリムは深く取ってあります。ああ、そういうことですか。はい、オフセット的に。そうですね。あ、めちゃめちゃ低いっすね。そこもなんとか。ちょっと映ってるかどうかわかんないですけど。難しいっすね。そうですね、腹下はちょっとあとこの自分の格好のせいもあるんですけど。そうですね、まあ一応サイドシル。ここですよね、この中。そうです。よし。じゃあシンプルにやっていくみたいな感じなんですか？はい、そうですね、もう純ベタ。シンプル仕様で。あ、でもマフラーも変わってますよね。一応マフラーカッターで。あ、カッターなんですか？でも、一応煙は2本出したいってとこで。つながってるんですか？途中から溶接し直して。じゃあ、ワンオフで。はい。あれ、この辺メッキでしたっけ？ここ純正ですね。あ、純正ですか？はい、羽も。純正ですね。羽も純正です。はい。この一番下のこのトランクのところ。これは貼り付けタイプのやつを。ちょっとワンポイントで。テール純正ですか？テールも純正です。純正です。もう、だいたい純正は崩さずっていう感じですね。ああ、なるほど、なるほど。これモデリストでしたっけ？これも純正のエグゼクティブのサイド。あ、なんかモニター大きいですけど。あれも純正なんですよ。あ、純正なんですか？はい、サスコンですか？真ん中にある。エアサスのリモコンですね。ああ、はい、いいですね。で、このボンネットのメッキも。これも純正です。あ、純正なんですね。はい、結構もう本当に外装は純正シンプル、純正でシンプルで崩さず車高だけ着地させたいとかってあとワンポイントとかって感じですね。ああ、なるほど。ああ、でサンルーフで。そうですね。コーナーも純正なんですか？コーナーポールは後期にその仕様設定がなくて。あ、ないんですね。30前期のを流用して加工してつけてます。なんか上光るんですか？あ、光ります。あ、青色に。なるほど。あと夜なかなかいい感じ。あ、そうですね。いや、いいじゃないですか、バチッと決まってる、ね、シンプルですけど。いや、シンプルもいいっすよ。ありがとうございます。だってこの状態で上げたって低いっすもんね。そうですね、ちょっとあんまりエアサスにしちゃ上がんないっすけど。ですよね。もう全然乗れるんで。あ、素晴らしいっす、ね、俺が出てればいいっすもんね、こういう感じに。似合ってますね。似合ってますか？似合ってますか？似合ってますね。いいっすか？なんかカメラマン持った瞬間になんかちょっと雰囲気変わったっすけど。なんか女っぽいっすよね。ああ、なんかこう、ちょっとこう下からもこういう風にこう。いいんすか？乗ってきた感じっすよね。本当にオーナーさんですか？オーナーです。オーナーさんですか？私の宇宙船です。宇宙船ですか？はい。惑星から来ました。元気玉で やられないようにだけしてください。大丈夫です。シューって上がりますから。あれ